長になるにはみんなとのコミュニケーションをこう取らないと、ね、これ大事、はい、大事です。IFH で I feel happiness じゃないですか、はい、その愛と愛をかけてるんですよ。あとね、うちのオーナーがいつも愛が大事だって言ってるんで、うん、ちょっと書き順間違えたんでバランス悪いんですよ。宮永さんはお店のことをめっちゃ考えてくれて、社員一人一人をしっかり見てくれてる。お客さんとかにも一人一人に合った雰囲気というかで接客してるようなイメージだし、提案力とかはすごいなと思って尊敬できますね。うん、高校生ぐらいですかね、美容師になろうと思ったのは。まあ、髪の毛いじるのが好きだったので、知らないうちにこう美容学校行こうかなっていう進路は決まってたんですけど、もともとIFに通ってて、まあ、入社するまあサロン探すときはまあIF一択だったですね。まあ、自分のペースでとりあえず言われた練習日に練習するみたいな感じだったんですけど、入社して1年ぐらい経ったところでオーナーが僕にちょっと関わり始めてくれて、まあ、それがきっかけで、まあ、一生懸命やろうかなみたいな感じでちょっと頑張り始めたきっかけですかね。朝礼結構大事にして理念昭和とか、まあ、大きい声出してやってるので、一応どんな気持ちでこう出勤してきたとしても、まあ、そこでリセットするようにというか、今日来た、ね、お客様はこう笑顔で迎え入れられるように、まあ、そこで切り替えのタイミングとして自分ではまあ意識してますね。やっぱデザインカラーですかね。僕が多分やってて楽しいのもあると思うんで、お客さんに提案しちゃうっていうのもあると思うんですけど、若い子もそうですし、まあ、白髪染めする方とかでもやっぱりまあただ白髪染めするんじゃなくておしゃれに楽しんでいただきたいなっていうので、ハイライト提案してみたりとか、インナーカラーだったりとか、まあ、あんまり枠に縛られないようにというかっていうまあ提案は心がけてやってますね。誰がやっても同じスタイルだったら、まあ、僕がやらせていただく価値ないと思うんで、IFの理念でもあるんですけど、まあ、こうなりたいに寄り添えるようにというか、まあ、まずはお客様がこうやりたいなっていうところがまあ一番大事なところかなと、まあ、こうなりたいプラス、まあ、こっちの方が似合うかなっていうのをまあ組み合わせながら提案させてもらってるような感じですかね。自分の指名で予約が埋まってた時が一番最高ですね。あとはまあ満足して帰っていただけた時、まあ一応全員満足して帰ってもらうのが当たり前だとは思ってやってるんですけど、本当にこう感動して帰ってもらった時の笑顔とかって、まあ、やっぱり違うと思うので、まあ、そういう笑顔をいただけた時はやりがいを感じますね。幹部会議でお昼休憩の後に毎回筋トレするんですよ。ダンベルのこの上げるやつ、飯塚店の高橋が一番上げられるんですよ。それがめちゃめちゃ悔しくて、ちょっと勝ちてえなと思って最初こそ練したんですよ。次行った時抜かしてやろうと思ってちょっと黙って誰にも言わずに筋トレ始めて、次の時抜かしたんですよ。そしたらあいつもやり始めて負けました。でもそれでもちょっと勝ちたいなと思って、まだそれは続けて、なんかそこからずっとルーティーンでやってます。どこ行ってもIFがあるような会社にしたいなと。まずは群馬県内からだと思うんですけど、まあ、今何店舗かこうありますけど、まあ、もっともっと店舗出していきたいですし、店舗が増えるってことはスタッフも増えるってことだと思うので、まあ、仲間も増えてお店も増えて、まあ、そこに来ていただけるお客様もやっぱり増えるっていうことだと思うんで、まあ、多分そこに共感できたから今頑張ってるのかなっていう。